えー、ご対応の中、令和5年度第2回都道府県私立学校主管部課長会議をご覧いただき誠にありがとうございます。本会議は新型コロナウイルス感染症予防のため YouTube を利用したオンデマンド形式とさせていただいております。まず冒頭に長引く新型コロナウイルス感染症により日々刻々と状況が変化する中、日頃より 私学にに格別のご尽力ををいいいいたただいておりまますすことと深く御礼を申し上げたいと思います政府といたしましては、人への投資、これを第一の政策に掲げ、子どもに関する取り組み、政策を、我が国社会の真ん中につれて進めているところでございます。文部科学省においても、令和5年度予算など、厳しい財政状況のもとではございますが、 幅広い側面から支援政策を推進するために、私立学校の一層の振興に努めているところでございます。皆様におかれましても、引き続き私学の振興にご協力をいただけますようお願い申し上げます。えー、現在、えー、通常国会が開会いたしておりまして、えー、私学関係で主に2つのこと柄につきまして、ご審議いただいているところでございます。 一つ目は、予算です。令和5年度の私学全体の予算は、4095億円で、対前年度1億円の増。そのうち、私立大学経常費補助につきましては、2976億円、対前年度1億増と、私立高等学校等経常費、助成費等補助につきましては、1029億円、対前年度9億円の増となっています。 ございます。引き続きしっかりとこの私学関係予算の必要性を説明し予算の獲得に取り組んでまいりたいと思いますもう一つは私立学校法の改正法案です私立学校における不祥事防止を目指し私学組織のガバナンスを強化するものでございます公教育のボリュームゾーンを支える私立学校が今後も持続可能な発展を遂げるためには 社会の要請に応えつつ、自らが主体性を持って実効性のあるガバナンス改革を推進することが必要です。文部科学省におきましては、昨年5月20日に公表した改正法案骨子、これをもとに要請化を図り、法案を2月の17日に国会に提出したところでございます。特に学校誌や規模の違いなどを踏まえた制度設計や、きめ細かな経過措置などについて、 現場の声を聞きながら、丁寧に検討を進めてまいりました。こうした法改正につきましては、所葛庁の役割が重要となってまいります。今後の動きにつきましても、引き続き注視していただきますと幸いでございます。デジタル、グローバルなど、公教育に求められる取り組みは急速に変化し、多様化、複雑化しています。皆様におかれましても、 今回配信いたします行政説明動画や各種資料をご覧いただいた上で、その内容を所轄の学校や学校法人にも共有いただき、そうした変革の流れに適切に対応いただきたいと思います。学校、学校法人、都道府県、そして文部科学省がチーム私学として同じ方向に向かって改革を進めてまいりたいと思います。 引き続き皆様方のご尽力をお願い申し上げまして、私からのご挨拶とさせていただきます。よろししくお願いいたします。